はい、皆さんこんにちは、ちでございます。当該さんで三国志13反乱やっていきましょう。じゃあ小春花姉さんに報告です。はい、官僚ほか5都市で疫病が発生いたしましたと。だいぶ減ったんでしょうね。あ、池江が来た。誰？今回、義軍で戸籍上多いさね。お、私2番だ。惜しかったね。あ、でも功績400とお金500を得ましたよと。当該様に、あ、将軍ね、 ありがとうございます。もうしばらくね、あの戦はしませんので。さあ人事、難しいかと、難しいかと、難しいかと。これひいさん大変だなあ。さあじゃあね、軍事で訓練しておきましょう。いざという時のために馬ね、馬を金色にしときましょう。はい、うん、うん、お、お、はいはい、はい、どうぞと。おや、そこにいるなと。あ、主君さん、あ、いいのかい。あ、なんか主君さんと縁があるんだね。あ、集落落としましたよと。生徒の表彰が行われました。その結果について、あ、私呼ばれなかったんだね。はあ、あ、大使が陳教さん。陳教さんも長生きだね。はい、内政充実です。さーてと、もう正直お金稼ぐ必要ないでしょ。あー、でも金収支24なんだね。まあ現金あるんで問題ないんですけども。じゃあ春花姉さん行く前に酒場行きましょう。はい、あ、ベンさんはそらもう義軍でしょ。ねえ、先王の奥さんですもんね。あ、側室か。テイ夫人でしたっけ、正室はね。なんかそんなだったような気がするんですが。よいしょ。小春花殿、お呼びください。貴公の恩人に会えましたぞと。さあ、今思ったんだけどね、今すごく顔のアップがあったんですけども、あ、セッパと工場交換しました。あ、私工場なんだね。え、神さんも工場だよね。あ、神さんと私で工場だから、きっと生まれてくる子もね、工場すごいんでしょうね。これよくよく見るとね、さっきこれじゃ分かんないんですけど、アップした時に見たんですけどね、顎ひもついてますね、これちゃんとね、帽子ね。顎ひもついてんだね。さあ行きましょう、どんどん。あ、いやいやいや、違った違った。はい、談話ね。この人も工場なんだね。あー、で今度は、あ、ガガショウガさんかな。あ、5日だったら手伝いましょう。こんにちは、すまん。さあ、あとはどん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 大衆の方とも仲良くなっていきましょう。こうなった。まあ、基本的に能力のある人が大衆してますんで。お、神速この人神速持ってんだね。おい、ん、うわ、全然ないわ親近感。困ったな、困ったな。この人8時まで持っていけないから普通に談話しときましょう。ぶっちゃけ今ね、出れてなくても普通に位が高いんで、談話だけでね、上げること可能なので。あと柴田さんか。この人本でしょ、本ですよね。あ、酒だ、ラッキー。ラッキーといったら言い方変ですけど、酒買っちゃおう。お、本もある、もっとラッキーだね。うい、かみさんね、かみさん何日、11はちょっとごめんなさい、ごめんね。11日はちょっとごめんしてください。ただちょっとこの人寿命が怖い。芝生さんよりも明らかに早いですもんね、寿命がね。はい、すまん。ね、これ顎ひもついてるでしょ、ここね、よくよく見ると。あ、でもこれも顎ひもというか紐ついてるね。まあ、これで紐ついてなかったらちょっと難しいもんね。コロコロ落ちるもんね。はい、これって酒好きか。調査、あ、し、ここだって信用とか言わないでよ。性欲、微妙な距離だな。性欲、信用とあんま変わらない気がするな。じゃあ行きましょうか。えい、どうぞと。向かおう。あ、おや、そこにいるのと。あ、
宙たっちゃんだね。はい。で、今231年ですね。231年なんで、あ、誰か231年で出るって聞いたような気がしますね。誰だったかな。はい。宙たっちゃん無理だね、もうね、いっぱいなんだね。あ、だってそうだね、この人だいぶ絆あると思うんでね。あ、チンゴンさんか、いいですね。あ、そっか、芝生さん政治家になるのかな。知力の方が高いけどね。まあ、補正があって高くなってるんでしょうね、きっとね。さあ向かいましょう。形あらば、おう、滅ぶは一条。炎鵬さんお亡くなりになりましたね。確か炎鵬さん、おお、不尊さんもお亡くなりになりましたね。あら、炎鵬さんといえば三国志5でしたっけ。5かなんかで、あ、飛仙さんも体調悪くなってね。確かね、三国志5で炎鵬さんにすごく、炎鵬さん全然私になびいてくれなかったような記憶があるんですけど。あー、ちょっとあれだね。なかなかこれから、でもあと10年ぐらいはね持つと思うんですけどね。お、加工さんね。ほいほい、加工さんとも会ったことあったのかな。ちょっと巡察しましょう。やっぱり生徒でお願いしますと。はい。で、じゃあ訓練お願いしましょうかね。あ、こっちで訓練お願いしちゃおうか。東洋無理でしょ。難しいか、うん、無理だね。中太ちゃんを持っても無理なので、訓練をねお願いしましょう。騎兵ね。あ、うちの神さんでねお願いします。あ、我々と語は同盟結んだんだね。今通ってますから。どこ行くの。こんなの、あ、モチベーション意識高いね。そんな攻め方するの。こっちから行きゃいいと思ったんだけど、すごいね。ああ、もうなんか語が義に対して仕返し、あ、語が義じゃないわ、語が職に対して仕返しを開始してますね。ちょっと我々はぼーっと見ておきましょう。はい、誰か行きますか。ああ、チンシンさんか。チンシンさんいいですね。うん、行っときましょう。はい、西北入ります。ああ、横領さんか。いくつ60か。でも出れてないよね。酒場行きましょう。まあ王将さんがいるぐらいかな。あ、知った顔が見当たりませんでした。顔見知りなのにね、ちょっと寂しいですが。じゃあね、なんかある？あ、でもね、あってもね、お金3万まで待ちましょう。いえいえ。はい、調査しましょう。はい、さて、しばしの早速探すとしようと。酒好きにも困ったもんだね。私も人のこと言えないけど。はい、野毛高森国葬ができました。怒らせたら怖そうな2人がね。あ、これじゃない。うちの神さん。ああ、でも春夏姉さんもね、誰か行けそうだよね。ああ、陳軍さんか、いいね。いいと。さあ、どんどん行きましょう。はい、簡単ではないと思ったかと。なんか譲れが変。2人とも同じ方向向いてるからね。なんか変な感じがしますけど、でも顔似てるね。すごく似てる気がするんだけど。とても酒好きのイベントには見えなかった。じゃあね、もう一度。おお、指示がありますよね。ひょっとしてこの人酒好きじゃないのかな。あ、三角はダメだったんだっけ。ちょっと忘れましたね。はい、じゃあ柴田さんに報告いきましょう。43日もかかるんだね。ちょっとびっくり。
おや、そこにいるのは、ああ、長老さんだね。長老さんは長生きしたような気もするんですけど、あ、でもヒーさんの時は、長老さん弟いましたよね。長英さんだっけ、長英さんよりも長生きしなかったような気がしますね。軍事の訓練やってください。お馬さんね。あ、もうここまでやっちゃおう。ああ、ちょっとちゃ、もったいない。おい、これはとて、あ、これは、これはと。ああ、絶戦でいきましょうか。少し、私の理屈を聞いてください。こちらにも言い分があるのだ。ああ、もう決まったわ。今こそ好機だ。書に基づけばこうなろう。なるほど。そういう見方も。やっぱもう、あと2つ3つ欲しいね。あら、これ主張来そうだね。一緒でいっちゃおう。時は来た。え？おお、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 無視しましょう。こちらの方が損は少ない。そうでしょう。さあ、ああこうだね。これで決まりだね。書に基づけばこうなろう。なるほど。そういう見方も。で、ああ決まったかな。書に基づけばこうなろう。なんとかまとめられたか。これね、私いつも思うんですけど、これ勝ったら500ぐらいしか入らないんですけど、負けたらね、最悪5000飛んでいくんですよね。負けて2000じゃないんですよね。この辺がね、おやと思うんですけどね。あ、年締めが達成されました。で、2000持ってなかったら全額持っていかれるんだっけね。2000切ってる分の全額持っていかれたような気もするんですけど、そっか、今竜王さんが構成無視持ってんだ。竜王さんが軍師やってんだね。構成無視でね。え、ということは今竜王さんいるの、ここに。あ、いるわ。あ、この人は白くならないんだ。もう56ですけどね。わあ、ちょっと待って、どういうことこれ。はい、どうぞ。生徒は、お、大将が大井さんで、内政かな。これうちの部隊だよね。やり合うよね。わ、孔明さん、兵3900しか持てないのね。なんか着々と。おい。しかもいい意味で牽制になってるね。うまいなあ。あ、でも、あ、でもこれ、勝てるね、きっとね。5が勝ちますね。さあ。はい、東海道のおかげで、いにしえの師匠を味わいました。改めてお礼を申し上げますと、あ、言いますがね。はい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 、と。おい、おい。はい、で、お次は？お次誰？ああ、宗英さんは置いときましょうか。私、出れてる人いないかな。人材と、人材に登用できない？いい加減ちょっと仕事しときたいんですけどね。あ、いないね。どうしよう。出世を先に、異名を上げるのを先にするか。あ、でも官僚意見だね。脳裏再装はいらないか。いらないよね、よく考えたらね。あ、いや、管理になれないんだ、私。しまった、管理になることが先だった。管理にはならないとまずいね。となると、私、訓練しちゃおっか。あ、騎兵は行っちゃうわ、もう。あ、しまった、私、急兵なんか。お、A だわ。やっちゃおう。お聞きください。たやすいことです。はい。で、今、我々もう、あれ使えるよね。誰だっけ？あ、誰だっけ？旧騎兵使えるよね。旧騎兵使えるんで、そっち持っていくのもいいかもしれないですね。彼はもういいかな。うん、とりあえずいいね。酒場行きましょう。話がある。
はい。で、厩車。あ、厩車じゃないわ、弊社だね。厩車といったらあれだね、馬だね。はい、大井さん、仲良くなっておきましょう。始めるか。そうなのね。とりあえず私、管理にはならないとダメだね。あふう、あそこにいるの？おお、ほいほい。親近感上がったかな？はい、交換の集落が義軍公主に従属した。たまに見とかないとね、攻めに行ってたらちょっと困るんで。私、表情呼ばれないね。いいのかな？おい、あ、勝ったね。さて、こうなったか。じゃあ報告しましょうか。もうね、一人でやっても簡単に目標達成しちゃうからね。おや、あら、また忘れちゃってた。あ、印象さん、おー、印象さん行きましょうか。で、はい、あ、こっちの方がいいかな。うん、こっち、あ、でもよく似た人だね、能力的には。で、あとは私まだあと何回やらないといけないのかな。あと5回やらないといけないのか、大変だな。やっぱ訓練が一番手っ取り早いかなと。あ、騎兵超えたね。騎兵いっとこう。いい。あら、あら、私騎兵 S?S じゃない。ええ、総兵が S か。あら、勘違いしちゃった。騎兵が S だと思ってました。ごめんなさい。で、酒場行きましょう。はい、敵を知る女の白綿。はい、もうこれは、あ、いや、孫権軍じゃない。お、よかったよかった。長州さんもいるんだね、ここにね。ちょっと神さんときましょう。でもあれだね、子供できても子供が大井さん断られるのかな。もう一回行ってみよう。喜んで、あ、今度はよかったね。子供ができても子供がデビューする前に終わりそうだね。はい、都市使命が達成されました。あ、ゴイさんがこっちに来てくれた。え、そうなの。あ、投入できる人いないね。てか動ける人がいない。即歳か。おお、中田ちゃん来てくれましたね。はい、ご室さんが行っちゃいましたか。結構コロコロお亡くなりになっちゃいますね。あ、父さん逃げちゃった。変わりありませんか。このようになりました。はい、私表情呼ばれない。いいのかな。さて、こうなったか。はい、お、陳軍さん困ってるね。一応報告しましょう。あ、まあ、チンゴさん手伝ってからにしましょうか。あ、7日だったら行きましょう。こんにちは、感謝する。で、ね、軍事巡察だね。巡察ちょっと長めにしましょうか。ああ、ゴイさんがいるんだね。考えがございます。早すぎことです。で、こっちで訓練しましょうか。ね、ちょっと休兵あげましょうか。そうだね、これぐらいで。あ、私しかいないの。じゃあやめときましょう。この音楽鳴ってるってことは、今撮ってんだね。あ、越水の兵がめっちゃ少ないんで、攻めるとか言い出したらちょっとまずいね。これ私自由聞かないもんね。最悪私が出撃して
奪うっていうかね、そんな感じでもいいですよね。こう出たか、一回それでヘマやっちゃいましたけどね。私より上の、多分今週軍師重心とかが出たら軍師重心が多分上なんでね、吸収されたら私自由聞かなくなっちゃうんだよね。あとまあ今週がそうですけど、今週に飲み込まれても一緒ですよね。というわけでお時間ちょっと長くなっちゃいましたけども、この辺でやっておきましょうか。三国志13ですね、東海さん反乱終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。